小野江町は、兵庫県加古川市南西部にある地名、本校ではその前身である、加古群小野江村についても記す。2006年現在では、小野江町朝日一の三丁目、小野江町、池田、小野江町、今福、小野江町口里、小野江町、長田の小野江町安田、小野江町用田、小野江町用田一の三丁目よりなる。隣の別府町と合わせて、 浜手地区と呼称することがある。加古川左岸の川口部にある。地域の東部には別府川が流れる。南側は神戸製鋼所加古川製鉄所であり、売園被害が起きているという。東部のかなり広い範囲を浜の宮公園が占める。加古川市中心部に隣接する住宅地が中心であるが、神戸製鋼の工場に隣接する工業地でもあり、 国道255号沿いには、ロードサイド店が見られるほか、水田も散見される。非常に機能の多い地区といえる。現在の大見県市の所在地は、元、小野江飛行場であった。数多くの歴史がある。小野江町には小学校が3校あるが、中学校は町内にない ?1947 年4月、小野江村立小野江中学校が創設されたが、 同年6月過去郡学校組合立浜の旧中学校が創立され、別府町立別府中学校とともに浜の旧中学校の分校となった。同年10月に両分校は統合し、現在地に移転した。そのため、小野江町の中学生は別府町にある過去川市立浜の旧中学校に通学することとなった。山陽電気鉄道本線の浜の宮駅と小野江の 松駅があるが、加古川市中心部には鉄道を用いて直接行くことができない。かつて国鉄高砂線があり、小野駅から加古川市中心部へ行くことができたが、1984年に廃止された。加古川市中心部と高砂市の交通に新規バスの方が便利だったのが一因という。現在、小野江町で高砂線の移行が見られる。路線バスは、 比較的充実しており、前述の新規バスの他に、加古川市、ゾーンバスがあるが、小野江の松駅との連絡は不十分と言わざるを得ない。浜宮駅には、加古川市、ゾーンバスが連絡している、小野江村に関するカテゴリー、ありがとうございます。